写真拡大。全国高校野球選手権2回戦、開成参加の二聖光学院、11日、甲子園球場。開成、長崎が逃げ切り、2002年以来の勝利を挙げた。エース柴田錬仁投手、3年は日本塁打を浴びたが93球で完投した。打線は4回、西二塁で主将の坂本めくり内野手、3年が左前へ先制打。6回には石、走者なしから大串勇気内野手、3年の右越えソロ本塁打で追加点を奪った。柴田は自分の球はスピードがあまりないので、持ち味は低めに集めて打たせて取ること。勝てて嬉しいと笑顔を見せた。長崎大会決勝、鎮西学院戦に続き、自身2度目の完投。聖光学院荒牧樹内野手、3年に2本塁打を浴びたが、両方ともストレートが浮いていた。次までにしっかり修正したいと話した。